言えた忘れた。あ、やべえ、カード向こうに刺したままだ。これが室蘭市中央町ですね。やってるんだ震災の1日目2日目だけど。そうだよね、家でウデウデ飲んでらんないよね。まあ人は歩いてないけど金曜日。あ、ここの吉田屋さんのね焼き鳥がうまいのよ。タレが絶品ね。食べたいな。車じゃなかったら寄るんだけどな。中心街でここはね賑わってたとこなんだよね。もう人と人のぶつかるくらいあるって、もう歩道に人溢れてたのが40年前。向かい側に本屋さんあったのかな。今でもあんのかな、文教堂さん。小公園だ。ここにあったね、あのお蕎麦のね立ち食い屋さんの、なくなっちゃったからね、寂しいよ。ということで、あら、アクスさんもやってんだね。一応やってはいるのか、一回だけかな。やってる様子ないな。やってんのかな。やってないんだね。